オンラインだけじゃなくて。本屋さん行ったらね、探したくなりますね。うん。あってなるもん。あ、私の発信誌あるかなって思う。お願いします。ポストカードはランダムは4種類ですね。ショールームのと合わせたら7種類で、お渡し会プラスで全部で8種類か。いただいた。シークレットありませんシークレットありません。うん、私会の書類は3種類。お渡し会は1種類です。全部で。いっぱいですね。じゃあ、でもそっか、ショールームの分は特典ポストカードはランダムの分はついてますか？ついてる。あ、じゃあプレゼントって感じだったんだ。うんうんうん、だよね。そうよね、2枚ってことよね。うんうん、ありがとう。あれもアザージャケットももう届いてて、早っと思って、最近書いたような気がした。じゃあショールームのやつ特典はね、2枚、いいね。よきよき。よきよきですな。
嬉しいな。続々と届いておりますね。B アイドル。チキン飽きたし。おお。土曜日や。どんな衣装？池袋。わあ。一つは。なんだろう。秋っぽい感じ。もう一つはスペシャルな感じ。スペシャル。明日迷ってるんだよね。どうしようかな。迷い中。大人な感じにするか、可愛い感じにするか、なんか誕生日っぽいのにするか。どうしようかね。そうなんよ。明日ね、一番誕生日がね近いんですよね。次がクリスマスやし、サンタは決まってるからさ、福岡の。全然、あ、そう、誕生日おめでとうっていう話題を必ずしもだけでもないけんね。テーマとして一番近いオンライン近いから、明日秋服にしようかな。でも秋服着れんもんね。いや冬は冬部でもいいけど、冬に来てもいいけど、ちょっと まだ11月、残り11月の残りで、明日までは戦い。あ、本当ですか。あ、じゃあアウター着らんでいいかも。ブランケット持っていこうかな。今日ん？なんかね届いたんですよ。ノベルティフェアやってて、
なんかブランケットもらえるよみたいなやつで届いたから、使いたい。ノベルティに弱いもんで。確か待ってます。タイミング。タイミング。私大きい声出すときって結構声が高いことに気づいたんよ。これってみんな一緒？みんな一緒。結構声が高いことに気づいた。そう。確かに低い声で大きい。確かに難しいね。確かに人間の話でした。人間の話をしていた。以上、これが人間です。確かにそうよ。そうよ。じゃあ次は誰に当てようかな。そうよ。え？なるやつ。私。メンバーが MC で誰に当てようかなって言ったら、あの方が「そうよん」って言うけん「あ、じゃあそうやん」って。でも決まってる時もあるからね。決まってる時もあるよ。聞くねって。
にするときは違うよって違うよ。感想とかは決まってるよ。感想聞きますとかはね、決まっとる。だから今日の公演の感想を、じゃあそうよでも感想ね、結構緊張するんだよね、あの公演の感想。感想って緊張するよね。何言おうかなって。でも決まってない時もあるからね。誰かに当てますって。って時もある。考えといてねーって。誰かに当てます。緊張するよね。逆に、じゃあ私言いたいですって子もいるかもしれない。確かにあの方は推しメンが喋ってくれたら嬉しいもんね。内容は何でも。そう、なんか配信ではこんなに喋れるけどね。配信では喋れるんだけど、逆になんか配信のでこんなに何時間も喋れてるのがすごいねってよく言われる。でも私はそれが分からん。
全然話せますね。でも皆さんのコメントあってこそですけどね。確かに話題ないから割り回すないね今日は話題がないので終わります。確かに泣いちゃうよね。話題、まあ、ない時もあるけどねなんか別になんかそうよく聞かれるのがなんか話すこと決めてるんですかって言われるけど何も決めてません。今日は何話そうって別に決めてない。いやこういうこと話したいなとは思うけど日常でこういうことがあったよって。でも基本的にノープランだよね。それがすごいんだって。何がすごいかはなんかやっぱり自分じゃ自覚できないです。ノープラン。やけん何時まで配信するとかも決まってないけん考えてない。みんなそうなんかな。みんなどうなんだ。自由にしています。確かに。ね。話はいろいろ飛んでくけど、ありがとうございます。そう。よかった。もう確かに毎日配信もあるのかな。多分決まってたらちゃんと考えると思うけど。話すこと、話すテーマ、毎日配信してるメンバー、基本ノープランそう。
最初、いやでも最初からね、これを話そうっていうよりかは、話すべきこと以外は基本コメント返しだったね。コメントなしにしたらどうなるんだろう。それでも話せるかもしれない。消してみますか。でもそれはそれで。反応も分かんなくなっちゃうけど。消してみますか。でも何ともないことを話したことなら別に多分全然いけますよ。本当にじゃあ結局何やったんって話なら結構永遠にできるかも。聞いてくれる人がいるんなら独り言、そう深夜の独り言よ。永遠に話せるタイプかもしれない。深夜の独り言コーナームビアンに載せてるけどあんな感じになるわ。聞ける？え？本当？うん、普通に話してた。最後、じゃ、まあそんな感じで、そろそろ終わります。シリーズ書きを。じゃあ今日も配信終わってから撮ろうかな。何話そう。最近はなんか服の紹介とかしとったけんまだ紹介できたけど、何話そうかな。テーマ。何々問題。何々問題について。あ、購入品紹介ね。しましょうかね。購入品紹介します。写真集ね。雪ですな。紹介
大丈夫かな、確かに詩人ね、載せようかなって思うとって3つぐらい作ったんよ、詩人になっとる自分の思っとること。深夜のポエム深夜の詩人、それもいつか載せようかね。明るくないかもしれない、ちょっと明るくないかも、深夜だから。あ、そう、インスタで募集しとったやつやろう。そう、なんかね、バーって話しとったら、なんだっけ、そうだ、40分話しててこれどうしようかなって40分もずっと話してて、でもこう LINE でマネージャーさんに送れるのが5分だったか、5分だからこれどう編集しようかねみたいな。10分ずつに分けても送れんな、一回編集して実践かな。びっくりしたよね、40分もずっと話してた。もうこんな時間か。ムビアンは時間制限はないと思う相談みたいなやつを40分してました。しかもなんか本当に解決できてるかわからないお悩み相談だったんですよ。そう、ラジオ形式にした。23時いくつくらいだったかな。23、
ラジオね、どうだったか、ちょっともう一回自分で聞いてみよう。今なら新鮮な気持ちで聞けるかも。だってね、まずねタイトルがなくて、そっから戸惑ったもん。そういえばタイトルどうしようって。悩み。深夜の深夜のラジアンラジアン深夜のラジオン。ちょっといいかもしれん、語呂がいいかもしれん。いいね、いい語呂がいいよ。深夜のラジアンコーナー。全然深夜ではないけどね、全然深夜ではありません。本日のラジアンは「お悩み相談」。今日はお悩み相談に乗っていきたいと思います。深夜に答えるから、深夜にとって答えるだけでもう深夜って言ってる。そう、違うコーナーもちゃんと作れるように。いいね、ラジオン。このコーナーでは高尾さやかがお悩み相談に乗って解決できるかできてないかはわかりませんが、深夜テンションで答えていきたいと思います。でー。
どっかで聞いたことある。どっかで聞いたことある。わかりましたよ。じゃあ違う曲にしますから、違う曲にしますから。どうしようかな。トゥ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 。深夜のラジアン。というわけで始まりました、このコーナー。始まりました、このコーナー、略してラジアン。略してラジアン。どうも皆さん、こんぱん、こんぱんケーキ。深夜の時間がやってまいりました。今日はお悩み相談に乗っていこうと思ってます。いろいろこのお悩み解決についてのご指摘は募集しておりません。以後お見知りおきを。そんな感じで答えていくか。そろそろカップラーメンでも食べようかな。はい、なんかカップラーメンの気分になってきました。あ、すみません、もう今の話はちょっと終わりました。終わっても次の話になってます。どうしよう。醤油かカレーか。
今日はカレーかな。トゥ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 。カレーがいいよね。サマータイム。というわけで、そろそろ終わるか。あれ、なんだか変。あれ、明日お話し会だ。やばい、本当に。あれ。そうよ、あのね、秋服になったんよ、さっき。だって秋は終わるもんねって言って、秋服になった。スペシャルはお渡し会の日よ。ね、秋って確かになんか秋だねってなったっけ。もう秋だねってなった。なったか。私会の日寒いらしい。先週もね、広島のお渡し会の日、初雪が降って寒かったんですけど、で、今週も私の駅袋でのお渡し会の日にまた寒くなるらしい。何の因果が働いているんだ。というわけで終わります。
夜ご飯食べてないのにこんな食欲ないことある？珍しいよこれは。さすがにこの時間になったら絶対にお腹空いてくるはず。お昼ご飯に食べたオムライスが多かったのかな。12時か1時ぐらいに食べたけど、どうなることやら。なんかと言ってもあのオムバーグ食べた。オムバーグのご飯付き。あれなんだか変。ちょっと思ったよね。さすがにこの時間になったらあのお腹空くよねって思っとった、さっきまで。でも今思ったんよ、あれなんだか変で、あれ？って思って。なんか変だ。すいません、ちょっと変だと思って。そういえば夜ご飯食べてないよねって。でしょ？気づいてしまったんですよ。これはそう迷宮入りの七不思議の七不思議の七不思議の日に認定します。今日のことは認定しました。だからこの日はあの後々にも受け継がれていくんで、ちょっと覚えておきます。そういえばあの日夜ご飯食べてないのにお腹空かなかったよねって、そんな日もあったって。うん。というわけで終わります。確かに
ごめん、もし1年後にそういう日があったんだよって言われて、うん、覚えてなかったらすみません。ドラえもんが怒ってる。やばいやばい。ドラえもん。よいしょ。ドラえもん怒ってた。ドラえもんやばい。ドラえもん怒らないはずよ。だって怒らないはずよ。だってあ、怒る？嘘。ドラえもん怒る？怒るっけ？嘘。見たことないよ。怒ってた？あ、のび太？のび太に？あ、本当ですか？あ、結構。確かに、なんか目が星になる目が星になるやつ。目が星になってるやつか。うん。ドラえもんは怒んないっていう、なんかちょっとイメージがあった。のび太くんはみたいな風には言っとるよね。あ、いつもこうやって本当確かに。あ、なんか勝手に道具使った時は怒ってるかも。あれはね、いやそりゃそうだよ。勝手に使ったらちゃんと、あのちゃんとした理由で怒ってるから。あれはそうよ、ちゃんと、うん、そう。やばい、ちょっとじゃあそろそろ終わります。でもかといってそうやね。のび太くんが100悪い時もあるかもしれん。でもそうじゃない時もあるかもしれん。それはもうそのそこにそこの主として立ってみらな分からんのよね。
主観で主観的に取るかで、のび太くんにもちゃんとした理由があってあったみたいなの結構あるよね、物語として。でもやっぱりそれは悪いとか悪い理解せないね。これ何で買った？なあ、ドラミちゃん可愛いよね。ドラミちゃん可愛い。優しいドラミちゃん。昨日タピオカ飲んだからやばいやばい、これ終わらないよ。昨日タピオカ紅茶飲んだからいや違う、昨日タピオカ紅茶飲んでなんか眠れなかったんですよ昨日。何だったんだろう、だけ夜に飲んでしまったらやっぱ覚醒しちゃいますね。ピカッピカッってめっちゃいろいろ考えた。しかも最終的にはなんか生誕祭で何を話すかを一通り考え出して、そしたらどん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 眠れんくなった。だから今日はちゃんと寝るから、グッドナイト。ラーメン食べんとね。12月15日です。そう思ったら15日すごいな。15日にってすごいんだな。あ、12月4日誕生日です。10月15は直祭委員会、9月15は公演、10月15は休み、
買ったよ買ったよ。FCVR さん、 D さん、マイセンさん、ミツルンさん、コッペさん、タンタンさん、ナンバのヒサトさん、マッペーさん、セイヤンさん、イヌちゃん、タカゾウさん、キチネさん、フミフミさん、ロックオンさん、ユリアピースさん、オーサムさん、フジポンさん、台湾のコウさん、ヒロトさん、鳥取太郎さん、釣りけんさん、ホタテ様、カタムツリさん、メガバイトちゃん、ガッちゃん、ラクラクさん、イナッチさん、クマキチクマオさん、ミッドナイトシュガーさん、トキーさん、立花ハヤトさん、みかんやさん、トキワさん、キムコさん、ありがとう。そういえば今日もあのねホワイトモカ飲んだんですよ。ホワイトモカでなんか作ってるとこ見たんですけど、意外と牛乳入れてるんだなって。うん、大丈夫って思ったけど、飲んでみたら美味しかった。うん、8割くらいミルク。あ、でもそうなんだね。私牛乳本当に結構なんですよ。でも8割やったら生きるんだね。味がせんときは丸。それでお腹減らんのかな。コーヒー牛乳なると牛乳が9割かな。私結構そう、味の問題ないよ。味の問題だけど牛乳センサーは抜群だから。牛乳センサーがちょっと低かったら、今日は丸モカモカ丸よいしょっと。ふー、バイバイ。バイバイ。ご飯食べんとね。よいしょ。